ハサミ、頭、足、尾を必ず落とす。身にも切れ込みを入れておく。熱も通りやすく、出汁も出て鍋全体がうまくなる。内臓も簡単に取っておく。苦いし歯触りが良くない。尻と表面3センチメートル分捨てる。足はうまいので全て入れる。わしの鍋を使おう。えらい準備がいいな。スライム！しまった、顔にかぶるなんて。スライムの内臓はこんな風になっている。柑橘類の果汁を加えた熱湯でよく洗い、水分をよく拭き取るか。できれば2週間ほど絶縮させた方がいい。こうやって挟んでおくと、しょって歩いているうちに乾く。ここに完成品がある。おお、今日はこれを加えよう。できたぞ。ほんとだ。うまっ。私にもちょうだい。何これ。スライムの内臓の干物。うわ、おいしい。